スクワットからのお知らせです。僕たちの YouTube の動画の好きなシーンや面白いシーンを切り取って TikTok に載っけてください。動画を載せていただくハッシュタグはこちら、スクワットの押し売り。期限は5月15日から6月末までの1ヶ月半となっております。上位3名にはプレゼントを用意しております。プレゼントはこちら。皆さんどうかよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。おい、まだスクワットの動画が始まるぞ。いっていらっしゃいませ。いらっしゃいませ。スクワット。どうも。今日はカズに呼び出されて来たけど。あ、何ですか今日は。はい。皆さんは音楽とかって聞きますよね。当たり前やん。当たり前だよね。自分、棒読み。棒読みすごくなんかな。台本読まされてるの？ゲームマスターのくせに。普通のクイズ番組とかでさ、歌詞からさ、歌当てるとかあるじゃん。あるじゃん。イントロドンみたいな。そうそうそう。そういうのってめちゃくちゃ簡単なの分かるでしょ。なんか、言われたことを歌にすればいいだけだから。まあ、イントロドン。聞いたことあるやつね。今回、僕がそれの歌詞を、対比語に書いたら難しくなるんじゃないかなと思って、対比語に書いて問題作ってきました。英大で言うと、オタマジャクシのため息が聞こえないでほしい。おえ、おえ、おえ、おえ。カエルの、わかった、わかった、わかった。これはイージーでしょ。カエルの対比語がオタマジャクシなのかっていうのがあるけど、俺は。そこで思ったんですけど、僕が問題作ったんですけど、対比語じゃない可能性もあるんですよ。数語。でも、数語ね。なんていうの、だから、タイトルとしては、数語にしよう。歌詞を数語にしたら難しくなるんじゃねっていう。ああ、タイトルにして。最初に曲当てクイズってこと。曲当て、歌詞当てクイズ。で、今回なんですけど、回答、早押しです。早押しね。で、回答は、サビを歌ったら正解なんですけども。サビを書くんだ。歌うんだ。これはだからメモ用でしょ。俺が歌ったのをメモとして使ってほしい。なるほどね。分かったら、その歌のサビを普通の歌を歌って正解となります。はい。それでは、やっていきましょう。せーの。スクワット。問題です。はい。大人数バラバラ走って、一瞬のキモイを原型なくして。キモイを原型なくしたら、すぐ私の遠くで泣いていたくて、ごめんなさいや、おーイエス、気持ち悪いじゃん、もう足りてる、めっちゃ言わないで、不幸ですと。以上です。これがサビの部分ですか？はい。なるほど。もう本当に聞いたことは絶対誰もが一回はある。手を挙げて、分かった人から。歌い方がキモいの。いや、ちゃんとこっちもね、分かっちゃうからリズムなくしてやってますから。なんで見てんの？見んのなしだよ。なしだよな。なんだあいつだよ。これ早押しなんで、分かった人からほんとすぐバッて答えても。うわ、ちょっと分かんないけど。回答無限なんで、どんどん。行っちゃっていい？じゃあ、はるかさん、お願いします。ごめんなさいの kissing you。言えないから、ほんの気持ちです。正解。ごめんなさい、出てんだよ。ごめんなさい。だから自分の反対で。はい、来ました。いや、じゃあ、やすさん、お願いします。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて。大正解。やった。大正解でございます。やった。グリーンさんの奇跡ですね。はい。ちなみになんですけど、行ってみてください。大人数バラバラで走って。二人寄り添って歩いて。一秒のキモイを原型なくして。永遠の愛を形にして。すぐ私の遠くで泣いていたくて。いつまでも君の横で笑っていたくて。ごめんなさい、オーイエス。ありがとう、いや、あー。オーイエス、おかしいな。気持ち悪い状態で。愛してるじゃまだ足りないけどですね、そこは。めちゃくちゃ言わないで不幸と。せめて言わせて幸せですと。いやー、大変なことないけどな。先ほど言いましたけど、これは数語ですから。はい、プライ1でいいのね。プライ1ですよ。これはプライ1で。どんどん太っちゃうやん。どういうこと？でも一個ね、コツ掴んだことがある。うん。何？あーあーは多いです。なるほどね。あいつあれしかない。ちなみにやっぱ分かるでしょ。分かる。あのね、一個なんかパッて分かって頭の中で流れると全部がそう見える。おお、気持ち悪い。でもそれまで全然分かんない。このレベルのやつね、グリーンの奇跡くらいの。もう本当に誰もみんなが知ってるやつ。聞いたことある。頼みますよ。どんどんいきましょう。第2問。はい。こちらなんですけど、めちゃめちゃ多分簡単というか分かりやすいんで、ほんと早押しでいった方がいいです。いきます。XYZ 続く。はい。分かってきたっしょ。なんとなく問題を。なんとなくね。理解してきた。俺多分次めっちゃ早いと思う。じゃあ次、早速いきます。問題です。はい、じゃあ。多いです。
真冬のエンポリー、バラード砂利道、スモールロビン、オーイエスパリピのソウルメイト、全然ガリガリ、ゴーアウェイトゥデイ、オーイエス極寒の闇ラフィン、ちびりまくっちゃダメだよ、オーイエス暑くなってウィンターオール、乾いたまま我慢して、長くない、はい、わかりました、わかった、マジですげえ、ハルさんの回答お願いします。真夏のジャンボリー、メゲスナハマビッグウェイ、ワルノリのハードリー、大正解すごい、いやすごい、すごい、どこでわかった、すごいね、このもし真冬のエントリー、エントリー、エントリーって書いてるけど、エンポリーだね、ああ、まあそうかもいい、真夏のジャンボリーですね、ジャンボリー、ちなみにさ、こうヤリラフィーとかパリピとか出てきたけどさ、大義語なってる、本当になってます、あの最初のジャンボリーが何だった、エンポリー、エンポリー、次のヤリラフィーもジャンボリーになってますやば一回歌ってみて、それ、オーイエス真冬のエンポリー、ああ真夏のジャンボリー、バラード砂利道、スモールロビン、レゲエ砂浜ビッグエアオーイエスパリピのソウルメイト、ああワルノリのハートビート、もうわかんないし、全然ガリガリ、めっちゃゴリゴリそれ大義語だゴーアウェイトゥデイ、ウェルコムウィークエンド、オーイエス、ああ極寒のヤリラフィー、灼熱のジャンボリー、ジャンボリーじゃん、ちびりまくっちゃダメだよ、暴れまくっていいぜいや全然、オーイエス熱くなってウィンターオールド、ああ冷めないでサマードリーム、あー乾いたまま我慢して、濡れたままでいっちゃってあいつ絶対あれ言いたいから作ったよ、なるほど、なんとなくでも分かるでしょ、いや違う、なんかね、オーイエスパリピって出た時点ですごいここがうーんみたいな、うーんでこう陰キャ系なのかなと思ったから、勝手にバラード流してた確かにそう、確かにね、オーイエスパリピの真逆はバラードじゃん、あーもうなるほどね、いけます、はい、問題です、あなたの畑行かないでさ、みんな気にしてるから、田んぼを耕す南米ウルグアイ沖の海なしありを言う、あなたの真似をしてじゃん、分かった人からお手上げをしてください、これ結構短い、そうです、というかこれも多分誰もが知ってる曲ではあるでしょう、そうなのかな、うん、僕はちょっとまだ曖昧ぐらいの、ただ分かるワードは分かる、ああそうだね、これはいいんだよね、分かるワードは分かるね、え南米ウルグアイとか出てきてる、多分だけど畑と田んぼ同じだよ、うん、これジャンボリーと同じシステム畑と田んぼは同じ単語ですちょっと世代とか今真っ只中、全盛期真っ只中、ああ待って、俺これ知らないかもな、下手したら昔してたわ、西野七郎線で行ってた、俺マジで、え、俺ちょっと大義語には直せてきてんの、だけど見たことない、もう一個ヒント言っちゃうと2分以下の歌なんですよ、待って、あ待って、そっち系か、え俺さ、普通に言ったら違う、俺が知らないっていうパターンあるから、これ A さん回答お願いします、俺らのやり方って正解です知らないよ大正解でございます、知らない知らない、これ知らないサビからいいですか、うん、カメラマン、じゃあ、うん、あなたはあなたの畑行かないで、俺は俺の道行くまま、みんな気にしてるから、誰も気にしないナスがまま、田んぼを耕す道をドライブしてる南米ウルグアイ沖の海、大阪、え大阪、大阪を南米ウルグアイ沖の海ってした、これなんですけど、うん、地球儀で大阪の反対って、うん、南米ウルグアイ沖の海らしいここちゃんと僕調べてで、ここだけしっかり調べてで、なしありを言う、有無を言わせないか、 あなたの真似をして、俺らのやり方でじゃん、あおじゃん、いや聞いたことねえよ、あれフルで、俺もない、俺もないフルで聞いたことないよ、まあ1分48秒の歌なんで、あそうなの、マジいい歌なんで、最後から最初最後まで1個収穫ありましたよね、今回畑、最後、道です、ありがてえ、あと地方が出てきたら地球儀を表して反対にしてあそういつめや、そうだね世界観すごいよすごいね、待って、あ、俺の服終わった、今日や、えぐいえぐい、見て見て、えぐいすげえ、今日だ、えぐい、次が最終問題です、勘弁してよ、ちなみに点数ちょっと発表してみてください、点数前から3点1ゴールドロジャー0ポイント、最終問題ポイント6、日向坂ポイントです、日向坂ポイント
ありがてえ、またこれちょっと最下位ないからな。じゃあ1位は6日向坂ポイントもらえるけど、回答するごとに間違えればマイナス1点にしても。なるほど、そうね、なるほど、いいね。すげえ、なんか頭っかりって早いの、早いな。坊主にしようかな。ゆでに坊主にしようかな。恐れずにどん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 回答してくださいよ。はい、で特にターとかもね、はい、プラス60日向坂ポイントもらえるんだから60もらえるの。60もらえるの。でもマイナスされていきますよ、ね、その分60もらえますよ。よっしゃ、それでいきます。最終問題、その夜の喜びも、その夜の快適さえ、あの少しを悔やんでた私以外に、背中に全てくっついて甘いアスパラ臭い。タレがカンカン照りでは行くしかない。昔でも私はあなたの闇以上ですね。岡民間に作ったぐらい。わかんないけど悲しい曲っぽいな。まあなるほどな、そこそうしたらねってなりました僕は。ああ、そうなんです。うまいんだじゃあ。いや、うまくはない。うまくはないよそれ。褒めるとしたら最後の分だけ。それでは八重さん回答お願いします。なんだっけ、はい、言えない悲しみもあんぬも越えられないよ。違う、ね、これ違う、そのアイデンくらいでしょ。違う、歌ではないですけど。いや歌いたいでしょ。 あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に。笠倉、正解だった。そうだサービスなみたいな。前にぐらいに歌ってたから。分かんなかった。レモンに正解だから。レモンなのが分かったけど、ここ聞いていいですか。なんかちょっとこれでまだ回復してないの。まあ、まあ、最初からじゃ聞いてきますか。これもその夜の喜びも、あの日の悲しみさえ、その夜の快適さえ、あの日の苦しみさえ、あの少しを憎んでた、そのすべてを愛してた私以外に、あなたと共に、背中にすべてくっついて、胸に残り離れない、甘いアスパラ臭い、苦いレモンの匂い。ねえマジでやばいレモンの匂い。晴れがカンカン照りでは行くしかない、雨が降り止むまでは帰れない。あ、昔でも今でも私はあなたの闇、あなたは私の光。そう、いや俺そこで分かったんだ。いや俺あなたは私の光書いたり一回出たの、そこから意味が分かんなかった。ちなみにこの甘いアスパラ臭い感じが言ってたと思うんですけど、僕の観点からしたら黄色の逆は緑なんです。あ、色の判断してる、まあ、色感判断して、でレモンってこういう強炭化炭というかこういう形なんですけど、ね、アスパラガスってこう細いんですよ。なんか逆なるほどね。匂いの逆は臭い、うん、甘いアスパラ臭い、苦いレモンの匂い。ここも大ワードじゃん。まあそうだ、ここだけで分かっちゃって、だからこれをどうやるのかなってちょっと心配したんだけど、甘いアスパラって言った瞬間、あ、大丈夫だ。これで全部の問題が終わりました。終了しましたね。ヤジ君のポイントが63日だった。63日向坂ポイント。はるか君のポイントが1ゴールドロジャー。1ゴールドロジャー。はい、さあはゼロラジオ。ゼロラジオということで、優勝、ヤジくんです。おめでとうございます。よかった。いや、すごい、なんか、読解力があるのかな、ヤジって。いや、まあ、やっぱ、カズゴを専攻してるから大学で、ね、そう、大学でカズゴ専攻してるから、ね、結構、その経験が生きた。先生誰なんですか。カズゴ出ちゃう。狙ってるだけだろ。それではじゃあそれぞれね、大義語でお別れしていきたいと思います。はい、それではね、またね、皆さんね、はい、次回の動画でお会いしましょう。ブンブン、バイバイくるー。バイバーイ。